はい、皆さんこんにちは、アチでございます。フォールアウト4やっていきましょう。今回はですね、コンバットゾーンに来ました。これね、で、これが何するところなのかというと、ああ、コンバットゾーンだね。連邦でここほど殺されるのに適した場所はないんじゃないかなという話だそうです。誰か繋がれてますけど、ちょっと物騒なとこですね。ルールブレーカーズすごいこと書いてんな。私相変わらずターミナル使えませんので、まあ彼がいたらね、あのニックさんがいたらね、大丈夫だったんですけど。おもう開けんの？これなんか書いてんね。トミーズルール 1,2,3 ノンファイターアウトサイドザマイゲスは、まあ言うとあれなんですよね、闘技場みたいな感じですね。決着がついたようです。なんか私に手口入ったけど、勝者はケイト。そしては誰でしょう。待て、どうやって中に隠れるぞ。早く、なんだ、殺せ。最後になったみたいだな。聞こえたか、これレイダーの巣窟なんですよね、いわば。この開けるときは時間止まってくるのがいいですよね。コンピューターやってるときは止まんなかったかな。なんか殴られたような記憶あるんだけどね。何も、いいね。ないよ。で、スティームパック、スティームパックと。あ、もうでも隠れるだね。さあどうしましょう。まあ、ゆっくりやっていこうかなと思ってるんですけどね。ボーンカッターはいらないか。マチェットもありますので、まあマチェット持っていきましょう。あとコンバットナイフ、ボールもあるんだね。もう持っていこう。持っていくのは何で持っていきましょう。で、じわじわいかないとね。あとここなんかあれがありそうなんですよね、あのビビビビっていうやつね、あのなんかフォーミングするライトみたいなね。お、武器作業台があるんで。揉めてる最中にこっちを二流新聞扱いしたいんだったら、ちょっと待って、もう今いっぱいいっぱいだから、もう、はい、おお、ちょっと黙ってる。でこっちはアーマーね。おー、いいわここ。結構荷物かさばるんですけど、こんだけあればね。さあちょっとね、ちょっかいだけ出して。おー、いた、いた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 。あれ誰、お前を見つけたんだ。倒しちゃったね。来る、バレた。お前が姿を現す時は死ぬ時だ。あれだね、やめろ。そんなもんでやっつけれんだね。来たね。あ、あっち、あっち行ってんね。あっち、あっちじゃないんだけどね。怖いのか。あっちじゃないんだけど。怖いんだ。あ、全部当たっちゃってる。あ、やめろ。あ、ダメだ。お、来てる。うそ、やるじゃない。レイダーさん、おお、もう一発来た。あんた、あ、殴られてた。どうで殴られてた。もう何です、この緩みみたいなね。うん、でもう一本向こう。あ、ないわ。こっち一個減らして、こっち一個出そう。ちょっとわかんない、全然わかんない。まだデンジャー、まだいるね、まだいるね。ね、ちょっとね、あれしましょう。あのね、なんだろう、
ミュータントハンドドッグチョップね。これで放射能を減らしましょう。おい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 と。おい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 。どこに？いやいやいや、話しかけてませんよ。おいおいおい。ドローンか？え？いや、ちょ、またな、もう。パイパーさん。おい。道を教えて。おい、パイパーさん、ね。パイパーさんね、あっち行きなさい。そっちだ。いい計画だ。ああ、君がいるのは知っていたよ。ちょっとゆっくりね、ゆっくりゆっくりねやっときたいんでね。ノコギリ派のマチェットもあるんだね。まあでも今回は名残なんで。そうなんですよね、あのタイヤのね、タイヤレンチにね刃がついたらとんでもなく強力な感じのね、見た目すごく強烈なものになるんですけど、まあ以前お世話になりましたね、だいぶね、それにね。手頃に手に入るのでね。よいしょ。さあ。さあ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 。あ、そうだ、ここにもいたんだ。うい。あ、もうこっちはいないかい？あとなんか上に、あ、そうだ、こっから登っていけんだ。で、私何人かやっつけたような気がしますね。ね、やっつけてますね。で、あ、落ちる落ちる落ちる。ああ、こっちね。で、おい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 と。もう敵さんほとんどいないと思うんです。多分ね。よくしょ。なんかの映画館か劇場だね。うん、いる。そうだ、あのグルーになりますんでね。遅いか、遅かったね。あ、悪くないじゃない。あ、残りのリーダーを始末する。こっちへ。私は、あら、なんか嫌な予感するんだけどね。あ、パラレイダーさんだね。ほいほいほい。お、ジェットがある。お、あ、ガスキャニスターもあったね。逃げろ。おいよ、あの人が多分最後だね。あ、なんだ。おい、これで終わりかな。これで終わりだね。よいしょ。で、これなんか座ってる人いるでしょ。これ誰？トミー・ロネガンさんね。これがやられたあれだね。で、この中に入ればいいのかなと。え、2人いますね。いやー、コンバットアーマー持ってるこの人いいね。で、この人何？喋れない。喋れない。あら、あ、お、お、立ちましょう。お、話しましょう。いや、くそ、喋れないね。ほい。いや、そんなことを心配してる場合？え？どうにかしてくれないか？お？あ、もう一人いるわ。全然気づかれてなかったけどね。ここにもう一人いるね。どっから行きゃいいのかな？あ、階段あるね。こっからだね。とりあえずこれもらっていきましょう、卓上ファンね。はい、お金ね。お金は布になるんでね。あ、階段じゃないわ、これ。しまったもん。普通に行きましょうか。いや、でもバレるね、普通に行っちゃうとね。あらららららら。またあそこから登っていかないといけないんだよね、こっからね。おそらくそんな感じですよね。で、こっちだね。ここだね。覗いてるけどね。もう私は見つかんないよ。まだ終わんない？もう終わったかな。終わったね。トラブルはごめんだ。少なくとももうこれ以上は。ちょっとしっかりしなさいよ、臆病者。どうでもいい。俺は華奢なんだ。たまるね。
ハヌカチェリーとタマト。外にいるのが誰かは知らないが、みんなずっとお前を応援してたの。よいしょ、じゃあ会話しましょうか。終わったか。まあこれくらいで済んでよかったかも。へえ、知らない。結構いいパフォーマンスだと思ったけど。ハイにでもなってるのかよ。まあ聞くまでもなかったが、もちろんハイだ。それでも勝ったじゃない。そうでしょ。ハイになって注意力が散漫になって、それが負けた理由だ。もちろんそれについてはもう心配しなくていい。こいつのせいでもう廃業だろうから、キスしてほしいか、それともこのリトルバードに自分の腹渡を食われたいか。その呼び方はやめろって言ったでしょ。この場所は何？この場所は何だ？この辺の出身じゃなさそうだな。ここはコンバットゾーン、連邦で一番のアリーナ。このケイトは花形スターだ。100戦以上不敗だ。以前はもっとちゃんとした客を扱っていたんだが、2年くらい前にレイダーのギャングが転がり込んできたせいで閉鎖的な施設になってしまった。お前らが顧客を全員殺して廃業にしてくれた以前の話だがな。廃業だってと。廃業ってどういうことだ？起業できるタイプじゃなさそうだな。あのバカな客たちを楽しませていることで金を稼げてたんだ。一体これからどうすればいいっていうんだか。あいつらが何なの？また別の客が来る。ちょっと一休みすればまた再開できる。一休み？はあ？もっと薬を打ちたいのか。いやいや待てよ、これは見方を変えればきっといいことなのかもな。試合の最後の方は見れただろう。ケイトの仕事ぶりはどう思った？全然見てなかったんですけどね。全部は見てないにしましょうか。わからない。全部見たわけじゃないから。ああ、片付けてだいぶ忙しかったんだろう。感心したよ。ちょっと頼み事をしたいぐらいだ。これは厳しい状況だ。突然客を失ったんだ。客がいないということは金も入らないということだ。金を生み出せないんなら、リトルバード、お前は資産じゃない。負債だ。俺にとっても、お前自身にとっても。だから、こうしよう。お前に契約を引き継いでほしいと言ったらどうだ？ケイトに一緒に行かせて護衛をさせる。この場所を元に戻せるまでの間、頼みを聞くと思ってもらって。どうだ？私が？この人と？なぜって、これ無理だね。なんでケイトを連れて行ってほしいんだ？そうなの？ただ聞きたいんだけど。失敗しちゃった。一体なんで行かせたいの？少し休んだ方がいいと思うからかもしれない。こいつの顔が気に入ったからかもしれない。わからない。こういうことに関してはいつも勘がいいんだ。さあどうだ？ケイトさんの考え聞いてみましょうか。ケイトがどう思うか聞きたい。発言権はあるの？契約では発言権はない。それに本気でここに留まりたいか。客もいないのに、金もない、話をするやつさえいない。なるほどね。そういうことだ。ということでケイトは大丈夫だ。さあどうだ？いいでしょう。いいよ、護衛してくれる人は必要だし。軽く言ったね。よし、じゃあ決まりだ。それとほら、これを持って行って。最後の試合の金だ。やっつけてくれたお礼だ。ちょっと待って、私がいなくなったらこれから何をするつもり？心配しなくていい。この場所を立て直してもっと血の気の少ない客を探したりするかもな。さあ早く出て行け。もう歓迎はしてやらないぞ、リトルバード。本当に嫌なやつなんだから。自覚はある、トミー？言われなくたって分かってるよ。じゃあ出発したくなったらまた来て。はい、これでね、ケイトさん仲間に連れてきました。あとね、この人実はすごくいい人だよね。トミー、このシートに座れるようになるのにどのくらいかかるのかわからない。ただこの人ね、私もう全然見つからないんですよね。どこ行ったかわかんない。この後ね、この後どこ行くんだろうね。前のね、パターンではね、もう全然この後どこ行くんだろうっていう感じ、全然見つかんないんですよね、探しても。
この中にいたのかな。あ、ここから動かないね。あ、動くね。動くんだね。で、座るのか。もう喋ると。調子はどうだ、トミー。この中も今はバカみたいに静かだ。自分の考えてることが聞こえんばかりにね。でね、今回はね、このもう今回の目玉はこの人ですね。やあ、ケイト。出発の準備はできたか？あ、今回はこの人とちょっと組みましょう。いつでも。そろそろこの場所を出ていく時だ。行こう。じゃあ、ケイト。まだ誰もあなたを埋葬してなかったわけね。まだよ。でもトライしてないわけじゃない。これね、多分あの性格でね、あの皮肉言ったり、あの共感したりあるみたいですね。まあ、ケイトさんとねパイパーさんはね全く真逆だと思いますんで、ケイトさんはね犯罪してもね、あのもう別に怒られないんです。あれ悪くならないしね。あのパイパーさんはね、犯罪やっちゃうとね、盗んだりしちゃうとね、ちょっとね、どうして悩むの？悪くなるんで。美術館でも開館するつもり？あとね、ケイトさんはね、もういいのがね、エキスパートぐらいだったら開けれます、あの鍵をね。それがすごくいいんですよね。私すごくお気に入りの人です、この人。ニックさんはね、アドバンスぐらいしか開けれないんですけどね、コンピューターをね。ケイトさんはエキスパートも頑張れるんでね、マスターはさすがに無理だったかもわかんないんですけど、まあ、今回はねこのケイトさんを仲間にするまでをちょっと短いですけどやっていきました。で、この後の流れはね、私が今考えてるところですと、フリーダムトレイルをやっていこうかなと思っておりますね。あ、それか、溜め込んでるクエストが結構残ってるんでね、あ、ちなみにちょっとだけまだ時間あるんでね、つけに行きましょうか。長いねロードはね。もうパイパーさんの装備はね、今の段階でほぼ固まっちゃったので、あ、前にパイパーさんいるんだね。ね、じゃあね、ちょっとクエストだけ拾いに行きましょうか。フリーダムトレイルはね、本当は早くやりたいんですけどね。私ももうレベルが29です。29になりましたね。はい、何らかの動きを探っているならここに違いないね。はい、じゃあ行きましょうか。こっちね、まずここですね。新聞は読んだか。今一応腎臓の家うち、ここでクエストが転がってます。何個かね。ちょっと待て、いいよ、フィブ。私の真っ最中だ。それで俺は川を渡った。何も着ていなかったが笑顔はあった。海の怪物の中で最も危険なやつが現れた時だった、マイアラークだ。マイアラーク、おい、10点中2点ぐらいの危険度じゃないか。最高でもな。じゃあ本当に命取りになりそうな話をしたいんだったら。アデム、あんたがいたの忘れてた、イエフィブ。どうした？あのさ、なんでもない、自分で何とかする。何今の？見てくれよ。変な会話だね。このために人を殺したんだ。いや、冗談だ。やつは死んだがな。さあ、注文が決まったら行ってくれ。うん。このバーはあなたのか？はい。ここがあんたのバーか？その通り。兄弟のイエフィムと俺は連邦中で最高の密造酒を作ったのさ。ボブロフの最高の酒って言うんだ。これを飲んだ客が安全に気絶できるよう部屋を貸さなきゃならなかったがな。この人ね、あの言うことがねちょっとね微妙なんですよね。取りに行きましょうか。ざっと見る時間はある。一杯だけだなんて言うなよ。
楽しもうぜ。あ、今日はちょっとねお酒飲みたかったな仕事かなりやり込んだんでね、でキャンセルです。でこのか、あ、いないね。でね、この人はね弟なんですよね、さっきの。いや、ああ、客か。泊まっていくか。うん、んダグアウトイン。ここについて話してくれ。あまり話すことはないな。料理、酒、そして宿を提供している。このエリアに来る商売人が主な客さ。兄弟のバディムがバーを運営して、スカーレットがウェイトレスだ。彼女はルームメイクも手伝ってくれる。できる範囲でやってくれる。うん、まあ多分でいいですか。考えさせてくれ。わかった。部屋借りないとね、うるさいんですよ、あの人ね。ずっと喋ってるとね、質問ばっかしてるとね、本当うるさいんでね。何も見ない。借りるのか借りないのかみたいな感じで言われちゃうんで。最近ウォールがいいかも。で、この人はスカーレットさんですね。ラボットがペンキをもっと見つけたようだな。いらっしゃい。ドリンクや食事はここでもバーでもオーダーできるわ。うん、オーナーは誰。ところで、バーのオーナーは誰だ。ボブロフ兄弟がこの場所を数年前に買ったのよ。バリム・ボブロフはうるさい方、イエフィム・ボブロフは静かな方。そして私は彼らの喧嘩を一日中聞かなきゃならない。すごい皮肉入ってんね。品物を見せてほしい。すべてここで料理も醸造もしてるわ。で、この人も、あ、玉も売ってんだね。うん、こんな感じですね。あ、ここクエストなかったかな。いやいや、なわけないよ。あったはずなんですけどね。聞いているか。話をしよう。おい、どこかで会ったかと。ああ、いや、まあ話聞きましょうか。面白そうだな。俺はいつも危険な状況の切り抜け方を知っている人物を探しているんだ。聞いたところでは、多分お前は条件にぴったりだ。うん、報酬について。十分な報酬がもらえるなら、危険など気にしない。初めはみんな同じ金額からスタートする。魅力、もしお前が自己申告通り、本当に役立つようになったら、昇給の話をしよう。ところで、俺はエドワード・ディーガン。お前は主に俺の下で働くことになる。だが、まずはボスと話す必要がある。彼の名前はジャック・カボット。俺が雇った者全員と個人的に面接する。用心深い性格なんだ。ビーコンヒルのカボット邸に来て、ジャックと話したいと言えばいい。お前が来ることを彼に伝えておく。ああ、彼もここにいたんですね。あれ、ここたんまりね、クエストが出たような気がしたんですけど、気のせいだったかな。あ、ホーソンさんね。あら、座っちゃった。で、ちょっと話してみましょうか。なあ、あんたの話はどんなだ。傭兵か、キャラバンガードか。うん、何者だと。あんたが先だ。名前は何だ。ホーソンだ。あんたは絶対に町の外から来ただろう。チャールズ川の両岸からの移住者を知ってるが、あんたを見たことがない。とにかく仕事の合間はリラックスして人の話を聞くことにしてるんだ。人々を見てきた。ボルトや戦前の廃墟、大量のモンスターも見てきた。うん、ボルトへはと。ボルトに行ったことは。ああ、ボルト81のことは聞いたことがあるか。彼らは冷淡でよそよそしいんだが、時々新しい人々を受け入れる。うん、モンスターの話。最高のモンスターの話を聞きたい。ダイヤモンドシティから来た。本当に怖い話を聞きたいか。インスティチュートと人造人間の話だ。大学の先には行くなよ。俺を信じろ。彼らが何をできるか知りたくないだろう。うん、いや、戦前の廃墟。それで廃墟を探索したのか。最後に行こうとしたのはサレムだった。遥か北にある本当に古い町だ。たどり着くことはできなかったかな。あの辺はかなりヤバい感じがする。うん、じゃあもういいですかね。また会おう、ホーソン。まあ、お手柔らかに。何か増えるわけでもないですね。あの人まだ出て行ってないんだね。あら、あ、てかあの人出て行ってないわ、全然。ということはもうここはこれだけかな。帰ってきた客はいいものだな。ほとんどは死んでたが、酒が飲みたいなら言ってくれ。いや、今いいでしょ。今のところいらない。分かったよ。これがうるさい方で、あっちが静かな方ね。さあ、じゃあね、一つだけ受けましたね。じゃあこんな感じで、次はねですけど、どっち行きましょう。ちょっとね、フリーダムトレードね、
もうそろそろ手に入れておきたいんですけど、うん、まあね、今回はちょっとこの辺で終わっておきましょうか。それではフォールアウト4終わっておきたいと思います。ありがとうございました。